久慈市で見つかった大白鳥の死骸を検査したところ昨日、鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されました県自然保護課によりますとおととい久慈市長内町で衰弱した大白鳥が見つかりました県が保護しましたが昨日死んだため県北家畜保健衛生所で簡易検査を行ったところ A 型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されたということです 今年度、県内でトリインフルエンザウイルスの陽性反応が確認されるのは初めてです。県は、検体を鳥取大学に送り、遺伝子検査を行うことにしています。県から報告を受けた環境省は、大白鳥が見つかった場所の周辺10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定しました。県は、区域内の監視を強化し、 死骸や衰弱している白鳥の発見と回収を行うことにしています。